Otsutsuki Kaguya. この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人。羽衣と羽村。いや、インドラとアシュラか。違うよ、母さん。やつらはナルトとサスケ、二人の転生者さ。クロゼツ。あいつ、雰囲気が変わった。ようやくだよ。ようやく母を復活させ、母の元に戻れた。てめえは、一体何者だ？子供さ、母カグヤのね。どういうことだ？貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人、羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はカグヤだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか？その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも、俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか？それが俺の存在理由だからな。母のいない間の全てを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は、母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪った。ね。そう。その通りだ。お前たちが。もう一度封じ込める。やるぞ。勝手に汗が吹き出やがる。なんてチャクラしてやがんだ。まだの日じゃない。こんな奴がいるとはな。せいぜい怯えろ。
そして無様に散るがいい。飛べ。攻撃の規模がすげえ。ナルト、奴はまだ真の実力を出していない。分かってるな。無駄だ。ああ、無駄さ。ここはわらわの空間だ。お前たちは何もできない。よし、この調子だ。おいおい、まさか押しているとでも思っているんじゃないのか。だったらとんだ勘違いだぞ。母はまだ実力の半分も出していない。さあ、後は好きにしろ。みんな、ゆくってばよ。タッチ、無駄だ。くよっと、くよっと、くよっと、逃がさない。逃がさない。お前には届かない。逃がさない。甘い。行くぜ。逆ハーレムの術。まただ。こうも自由自在に空間を変えるとは。母さんとお前たちとでは力が違いすぎるのさ。遅い。さっさと呼べ。黒汁もクソも、隙を見つけるだけでも苦労するってばよ。必ず突破口はある。その瞬間を見逃すな。今楽にしてやる。動きが鈍った。今だ、ナルト。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める。それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろ。動けねえ。くっそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを開けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。
そこないの体でチャクラもない。そんなお前に何ができる何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。場違いだ。俺は確かにお前の言う通り失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。だがな、どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。俺が壁になる。あとは頼んだぞ。準備よく逃がさない。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 ナルト、お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。サスケ、お前を闇に落とした責任は俺にもある。できるならお前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人はここで終わるべきではない。まだか、ナルト。甘い。無駄だ。さて、どうする。準備よければ。無駄だ。逃さない逃がさない。抜け出したか。サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。超重力の空間か。体が重え。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。
前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人きりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト、お前は、クズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは。そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたこと。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれれば、それで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって。本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。車輪ガンだとどういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。ん？その力はわらわのものか。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい、やっぱり邪魔を証明しすぎたんだ。母さんが正気を